はじめまして。泣きそう。こんばんは。待って、みんな帰らないで。萌え声じゃないけど帰らないで。一回こんな声なもんで、かわいいかわいい言われててめちゃめちゃプレッシャーがあったんですけど、大丈夫ですか？全部飛んじゃった、喋ることが。ふまわっただよみんな。朝からくわえたドラ猫追っかけて、裸足でかけてく陽気なサザエさん。かまいたちさんのショートコントを完全コピーさせていただきました。春季のみんななら興味があることかもしれないが、ナナシの気持ちを考えろ。おい、どういうつもりなんだよ。ナナシのブルマなんか盗んでどうすんだ。かぶる派か白派か、かぶる派か白派か。どうせかぶる派なんだろうな、そんな変態野郎は。やめろ、ふま。何この包丁事件。なんかその、うん、普段料理しないんですけど、なんか思い立って料理しようと思って、うん、まあ包丁使うじゃないですか、なんか切るときに、うんうん、その包丁がね、なんかそのキッチンの端ぐらいになんか端っこにあって、うん、なんか手がパッて当たって落ちたんよ。え、怖い。それが包丁の刃が下に向いたままストンって足の指に落ちたんよ。え、結構高いとこから。うん。で、めっちゃ痛くて、うん、もう人生で感じたことない痛み感じたの。うん。で、頭で瞬間的に、あ、これ骨いったわと思って、骨まで刺さったと思って、うん、包丁抜いて、うん、え、抜いたの？めっちゃ抜くしかない。抜いて、うん、めっちゃ血出てきて、うん、で、え、マジでやばいと思う。その時夜結構遅かったから、もう病院とかも開いてないよね、うん、夜中だったから。痛で、うん、え、痛いじゃん、想像しただけで、うん、で、ほんまに痛いと思って。でも、なんかなんだろう、そのまあなんかわかんないけど、まあ、血はめっちゃ出てて、まあやばいとは思ったんだけど、うん、まあでも足の指やん、まあその、なんか手が血、何言ってんの。まあでもいろいろ思って、まあ本当にやばかったんだけど、一回我慢しようと思って。でもなんか、でもめっちゃ痛かったの。でも湯気とかにもめっちゃ LINE したの。マジでやばい指が、みたいな。で、七七さんにも血の写真送ったの。これ見てください。送るな。心配だったの。これ他者から見て病院行った方がいいのかどうかアドバイスが欲しくって。うん。で、なんか七七さんには最初チャットで送って、一回その後に写真送ったの。うんうん、したら七七さんからてんてんてんってきたの。なんか思ってたよりみたいな。でも、いや、ほんまに痛いんですよって言って、うんうん、で、湯気とかにもマジで痛いんやって言って、目とかにもほんまにやばいって言ったけど、うん、全員からなんか写真見せると笑われたの。でめっちゃムカついてきて、ほんとに痛くって。で、とりあえずでも反応的に、まじ、あ、一回ちょっと朝まで我慢して、朝病院行こうと思って救急車呼ぶか迷ったんだけど、え、すごいね。で、朝起きて、うん、朝の痛さで、あ、うん、足の痛さで起きたの、うんうん、で、これほんまにやばいわと思って、うん、心配すぎてこう携帯とかで調べたりしたら、うん、なんか靭帯切れたらめっちゃ痛いみたいな出てきて、うん、もうだ、靭帯切れてるんだと思って、朝速攻病院行って、足引きずりながら行って、うん、で、めっちゃ、まあ、このご時世だから病院めちゃめちゃ混んでて、うん、で、1時間ぐらい待って、やっとうちの番が来て、うん、先生に見せたの、うん、もう足引きずりながら、ね、なんかで、これもうおもろい、なんか、うん、これ昨日こうでみたいな、もうほんと今日も足の痛さで起きちゃってみたいな、うん、ワンチャン靭帯切れてるかもしれないんで、ね、先生に言ったのね。で、見せたらなんかこう看護師さんに何か言ってんの、うん、で、看護師さん戻ってきて、めちゃくちゃちっちゃい絆創膏貼られて、えっと思って、衝撃的すぎて、え、何この処置と思って、え、先生って言ったら、なんかこれね、絆創膏貼っとったら傷も綺麗に治るって言われて、えっと思って、ガチでおもろい。1時間待ったのに、マジで2分ぐらいで終わって、処置めっちゃ悲しくなって、めちゃめちゃ軽症じゃん。何の数字だと思う？電気代なんですよね。やばくない？二度見したんよ。最初安っと思った。2600円と思って。安って思ったら違くて、26367円って来てて。やばすぎるじゃん、普通に。
祭りも先月2万超えた。うち2万6000だよ。多分祭りちゃんより高いでしょ。これ祭りちゃんよりビップな生活してるやつの電気代ってことだからね、うち。ああ。ね。ちょ、ほんまに、あと、ちょっとごめんね。ちょっと一旦話の腰折るんだけど。頭おかしい。いや、ちょっと待って。もう全然いい、いい、いい。ちょっと待って待って。全然いいんだけど。え？ねえ、まつりちゃん。いや、まつりさん、これはちょっと受け取れないですよ。一旦ちょっと保留にさせて。ちょっと高すぎるわ。この間なんかウーバー頼もうみたいな話になって、それもお金もらったしで、ちょっともらいすぎかも。内緒にしておこうって、何が？何を内緒にしておくの？もうバレてるけど、二人だけの、いやごめん、みんな分かっちゃったかも、 LINE の音で。ほんまにありがとうね。あー、多くすばじゃった、ありがとう。お小遣いどうぞ。これはじゃあお小遣いでもらう。ちょっといいよいいよ、もう結構もらったかも。あ、払えちゃうね、これ。もうこれ集まりましたね。まつりちゃん、今度ご飯行こんね。私を見つけてくれた君へ。泣くなよ、うち。数えきれないほどの VTuber がいる中、私を見つけてくれて、私の配信を見てくれて、知ってくれてありがとう。君には感謝してもしきれないです。少々メンタルの弱かったうちだったけど、いつも励ましてくれたり、休止しても諦めずに押し続けてくれたり、復帰しても変わらずに接してくれる君がいたから、私は今日まで楽しく幸せな時間を過ごせました。本当にありがとう。活動をやめることで何もできず、一番ショックを受けるのは君だって分かってます。また街のどこかですれ違うことがあればいいのになと思ってます。そうじゃなくてもふまわっとって VTuber がいたことを覚えていてくれたら嬉しいです。最後になりますが、今まで大きな愛をありがとうございました。君たちのこれからが幸せになることを祈ってます。ふまわっとより。あー、ラーメンうめー、ラーメンうめー。やっぱ夜に食べるラーメンはうまいわ。ごめん、ちょっと行儀悪くてラーメン食べながら手紙読んじゃって申し訳ないね。ありがとうございました、本当に。短いようで長かった3年間でしたが、本当に皆さんと一緒に過ごせてよかったです。私のことを見つけてくれてありがとうございました。またどこかで会う日まで。